フリーガイは2021年のアメリカ合衆国の SF 映画。マット・リーバーマンとザック・ペンの脚本、リーバーマンのストーリーをもとに、ショーン・レビが監督を務める。ライアン・レイノルズ、ジョギ・カマー、リル・レル・ハウリー、ウトカル・シュアンブ・ブドカル、ジョー・キー・リー、タイカ・ワイティティが出演している。アメリカでは20世紀スタジオ、日本では ウォルト・ディズニー・ジャパンの配給により2021年8月13日に劇場公開された。自分がビデオゲームの背景キャラクターだったことに気づいた男街の日々を描いており、主演のレイノルズは本作を現代版バック・トゥ・ザ・フューチャーと称している。ルール無用で悪事を働くことが評価される暴力的なフリーシティ。サングラス族と呼ばれる連中は、 街で空を飛んで銃を撃ったり、ヘリコプターや車を破壊して、強盗を働いたり、やりたい放題。そんな中、毎日起きて真面目に働き、同じ会話を交わして、毎日銀行強盗の被害にあっても幸せな、銀行員の害は、ミステリアスなサングラス族のモロトフガールに一目惚れする。警備員の親友バディに、サングラスがないと相手にされないさと助言され、彼女を追うために、 銀行強盗からサングラスを奪ってかけてみると街中にパラメーターや今まで見えなかったアイテムなどが見えるようになる。サングラス族はオンライン VR ゲームフリーシティの中でプレイするプレイヤーたちでガイはその世界の中にプログラムされた機械的な行動しかしないモブキャラだったのだ。しかしガイ自身は自分がリアルな存在であることを信じて疑わず、 サングラスによって得た力を使って好き勝手に行動し始める。それを不審に思った現実世界のゲームの運営会社、スナミスタジオのプログラマー、キーズとマウサーは彼をゲームから追放しようとするが失敗する。一方、キーズと共にゲーム制作をしていたミリーがモロトフガールの正体だった。彼女は自分とキーズが作ったゲームの骨格コードを スナミスタジオの悪徳社長、アントワンに投用されたと疑い、訴訟に必要な証拠、ミッション56を入手するために、プレイヤーのモロトフガールとして、ゲーム世界内を探査していたのだ。彼女はとある隠れ家にその証拠の鍵となる映像がある、ことを突き止め、潜入を伺う。すると彼女を尾行していた害が現れて、協力したいと申し出るが、モロトフガールは、 レベル100以上になったら考えても良いとすげなく返す。それを鵜呑みにしたガイは翌日からレベルアップのために街のヒーローとして全行を積んで奮闘。最終的にはレベル100にまでに上がる。ガイはブルーシャツガイとしてゲーム世界の中でも現実世界でもすっかり有名人になる。その人気を知ったアントワンはあえて彼を泳がせる。 キーズの助けで隠れ家え、潜入成功したモロトフガールはミッション56をあと一歩で入手できるというところで武装警備員に囲まれる。しかしバイクに乗ったガイが救援に駆けつけ、証拠入手は叶わなかったが脱出に成功する。その後ガイは彼女をデートに誘う。バブルガム味のアイスなど妙に好みの合うガイに、モロトフガールはすっかり惹かれ、ファーストキスを捧げて、本当の名前。 ミリーをガイに教える。そんな中、現実世界のキーズはガイの蘇生をつかむ。ガイはキーズが書いたモブキャラのルーティーン AI プログラムからモロトフが r ルに恋をしたことによって史上初の成熟する自由意志を持った AI 人工知能に進化したのだ。しかしこのままでは2日後に発売される続編フリーシティにへの切り替えとともに彼はゲームシステムごと消滅してしまう。 ミリーはガイを救うためにゲーム世界に入り、ガイに彼がゲームのモブキャラプログラムだということを伝えたが、ガイはそのことにショックを受け自暴自棄になる。しかしバディの俺たちが何であろうと、俺たちのこの瞬間、この友情はリアルだという言葉により立ち直り、ミリーのために二人で再び隠れ家に潜入。隠れ家の主であるキースがガイの大ファンだったので、二人は、 キースにやたらまとわりつかれつつも、あっさり証拠入手に成功する。現実世界でも大人気になったガイのせいで、続編ゲームの予約率が6割も減少してしまう。激怒したアントワンは、出世に目がくらんだマウサーにゲームシステムを再起動させて、ガイを初期化してしまうが、ガイは、モロトフガールミリーの熱いキスによって、再び AI としての自立記憶を取り戻す。 ガイは水平線の向こう側にミッション56の島の景色が見えることをミリーに教え同じように自我を持ち始めた他のモブキャラたちを集めてストライキを呼びかけるそしてゲーム内からモブキャラが消え驚いた世界のゲーマーたちはガイたちが進化した AI であることを察知し始めるアントワンはマウサーにゲームの中の建物やモロトフガールなどのキャラを削除させミリーは ゲームの中にいられなくなった。さらにアントワンは、続編用にガイをモデルにして作っていた、未完成の最強筋肉キャラのデュードを投入し、ミッション56のエリアを目指すガイとバディを攻撃する。しかしガイは、キャプテンアメリカのシールドやハルクの腕、ライトセーバーなどを、次々と繰り出して応戦し、起点を聞かせて、デュードにサングラスをかけさせると、頭の足りない AI のデュードは、 途端に色めきたち、戦いを忘れて、街のアイテム探しに危機として飛び去ってしまった。二人はキーズが作った橋で水平線の向こう側へ、渡ろうと試みるも、アントワンがとうとうので、会社のサーバーを破壊し始め、フリーシティ全体やキャラが、次々と壊れて消え、バディまで消え去ってしまう。しかし友人キーズのためにアントワンに反旗を翻した、マウサーの助けも得て、ついにガイは、 サーバーのデータ末端のミッション56等への脱出へ成功する。現実世界ではミリーがアントワンを制止し、すべての権利と引き換えに壊されずに残ったサーバーのデータだけを受け取る取引をする。後日、新作ゲームがバグばかりのアントワンは失脚し、悪事も露呈して逮捕される。キーズとミリーは暴力のないインディーズゲームフリーライフを配信して大人気になる。 ゲーム内で、デュードや復活したバディと再会を喜ぶ。また、ガイにまだ惹かれ続けて、ゲーム世界に浸るモロトフがあるミリーに、ガイは、自分の基本プログラム自体がキーズによって書かれた、ミリー宛てのラブレターなのだと告げる。ようやく、キーズの気持ちに気づいたミリーは、コーヒーを買いに出かけたキーズを追いかけ、抱き合って、キスをする。フリーガイは20世紀。 フォックス時代に制作が進められていた企画であり、ディズニーに買収され、20世紀スタジオとなった後も、制作が進められた作品の一つでもある。ショーン・レビと共にプロデューサーを務めたライアン・レイノルズは、これほど何かに夢中になるのは、デッドプール以来だと語っている。同作には、ゲーマーストリーマーのジャック・セプティック・アイ、忍者、ポキマネ、ダニエル・ミドルトン、ラザービームが、 カメオ出演しており、ジェパディの司会者として知られるアレックス・トレベックは本作が遺作となった。また、ヒュー・ジャックマン、ドエイン、ジョンソン、ティナフェー、ジョン・クラシンスキーのカメオ出演も発表されている。舞台となるフリーシティの世界観はグランドセフト・オートシリーズ、フォートナイトと比較されることが多いが、プロダクションデザイナーのインサント・ブマンはシムシティシリーズ、 レッド・デッド・リデンプション2から多くのインスピレーションを得たと語っている。映画には、ロックマンシリーズのロックバスター、スター・ウォーズシリーズのライトセーバー、フォートナイトのツルハシ、ハーフライフ2のグラビティガン、ポータルのポータルガン、キャプテン・アメリカの盾、ハルクの拳など、複数のゲームや映画のアイテムが登場している。マーベル・シネマティック・ユニバース。 スター・ウォーズシリーズのアイテムについては20世紀フォックスがディズニーに買収された後、レビが同社に使用許可を求めて許諾されたことで実現した。2019年5月にボストンのフィナンシャルディストリクトを含む地域で主要撮影が始まり、この他にウースターのダウンタウン、フレーミングハムの旧フレーミングハム銀行ビル、ウェーマスの旧海軍航空基地でも撮影が行われた。 2021年8月13日に、米国、日本で公開された。45日間は、独占劇場公開となる。また、8月4日から14日まで開催される第74回、ロカルの国際映画祭でも上映される。当初は2020年7月3日に、アメリカで8月14日に、日本で公開予定だったが、 新型コロナウイルス感染症の世界的流行の影響で3回公開が延期された。2020年4月にアメリカ公開が同年12月11日に延期され、日本公開は未定とされた。8月に日本公開は2021年1月22日と発表され、9月には1月8日に繰り上げられた。11月にナイル殺人事件とともに、 アメリカでの公開が取り消された。12月に、アメリカ公開が2021年5月21日に決定、日本公開も同日に設定された。しかし、2021年3月に、アメリカ公開が8月13日に延期し、日本での公開も同日に延期となった。2021年5月、ウォルト・ディズニー・カンパニーはディズニーを含むアメリカの大手、映画会社4社が、 シネマコンプレックスチェーンとの間で締結した契約に基づき本作とシャンチー・テンリングスの伝説について公開から45日間は劇場独占とし、それ以降はディズニーでも配信を開始することを明らかにした。日本でも同様の措置が講じられるため、これにより同年1月21日に全国工業生活衛生同業組合連合会から 出された指針に従い、ディズニー、プレミアアクセスの同時公開対象作品の上映を見送っていた、東方シネマズや小畜、マルチプレックスシアターズ、ティジョイなど、大手配給会社系列の映画館やシネマコンプレックスでも上映された。ソニーピクチャーズモーションピクチャーグループ会長のトム・ロスマンは2021年8月23日に行われたイベントにおいて、 劇場公開を優先した本作の方針を強く評価した上で、まず素晴らしい作品であり、その次に、家のテレビでは見られない。とことんやってほしいとコメントした。ウォルト・ディズニー・ジャパンは2021年10月27日に、ブルーレイ・ DVD セット並びに、デジタル配信をリリースするとともに、ディズニー・ノスターでも見放題作品として追加することを、同年9月24日と、 同年10月5日にそれぞれ発表した。アメリカではディズニーによる21世紀フォックスの買収前にフォックスが HBO との間で優先放映契約を結んでいる。この経緯から同国においてのディズニーでの配信はワーナーメディア系動画配信サービスである HBO Max にて初回配信した後になる予定としている。北米では4165劇場で リスペクト、ドントブリーズニット同日公開された。当初は、オープニング週末に1500万ドルから1800万ドルの工業収入を記録すると予想されていたが、公開初日の工業収入が1050万ドルだったことから、想定工業収入は2600万ドルに引き上げられた。実際のオープニング週末の工業収入は2840万ドルを記録し、 週末工業成績第1位となった。また、海外における工業収入も2250万ドルを記録し、合計で約5100万ドルのオープニング工業収入を記録した。公開第2週末の工業収入は1850万ドルを記録し、週末工業成績第1位を維持した。公開2週目の減少率は34%となったが、 これは2021年夏公開の作品の中で最も減少率が低く、レーノルズ主演作品の中でも2番目の高成績である。一方、日本での工業収入ランキングはかんばしくなく、工業通信社発表による8月14日、8月15日の週末観客動員数トップ10では、初登場8位、翌週8月21日、8月22日は、第10位だった。 ロッテントマトズでは224件の批評が寄せられ、支持率82%、平均評価7.1、10となっており、巧妙なコンセプトや甘くて、自意識過剰なユーモア、そして魅力的なキャストを組み合わせた、フリー外は、軽薄な、楽しさがありますと批評している。メトクリティックでは50件の批評に基づき62、100のスコア、シネマスコアでは、A 評価になっている。 ピーター・デブルージュはバラエティ誌に寄稿して、フリーガイをマトリックスやレゴムービーのような多重現実を題材にしたブロックバスター作品を時に扱いにくい形でマッシュアップした作品と表現し、フリーガイはデビと脚本家がルールを変えながら進めていることが明らかにもかかわらず、とても楽しい作品になっていると批評している。AAV クラブの AA ダウドは C 評価を与え、 カジュアルな騒動にもかかわらず、フリーガイはバブルガムアイスクリームを回路に詰まらせたハイコンセプトのブロックバスタートライアルのような、どちらかといえば可愛げのある観客受けを狙った作品であることがわかりますと批評し、同時にトゥルーマン賞と比較して、レイノルズはトゥルーマンバーバンクの少し動揺した映画を再現しているが、その裏にある絶望感は再現していないと指摘した。 シカゴサンタイムズのリチャード・ローパーは完璧なキャストであるレイノルズと素晴らしく魅力的なジョディ・カマーを絶賛しておりフリーガインには3、4の星を与えている。2021年8月14日、レイノルズはツイッターを通してディズニーが続編制作を希望していることを明かした。ありがとうございます。